コンコンどうも、サケです。今回ですね、普段僕創作面作ってるんですけど、その中でコメントとかで実際にやってみたいみたいなコメントがね、結構あったりするんで、いろいろ調べてみたところ、遊べるみたいなんで、早速それについてね紹介していこうかなと思います。でまずこのサイト行くんですけど、このサイトの、デフォルトの状態でここにあの数字が 4桁並んでるんですけど、まあそれはとりあえずデフォルトのやつなんで、まあ、消していただいて、ここに、最近上げた動画の創作面の、番号を打ちます。7311って打ちます。そうすると、僕が作った、レイザー水蓮の最近の曲が、出てくるんで、ここのスタートボタンを押しましょう。そうすると、プレイかオートを選べるんですけど、ちょっと反射があるんで、プレイをしてみましょう。そうするとん？なんかバグってるぞ。はい、こういう風に、はい、実際に遊ぶことができます。で、死んだりすることもないんで、はい、ここで止めます。死んだりすることもないんで、結構、練習用には良心的かなと思います。設定はですね、この右上の、ちょっと見えるかな？この右上の、ぐるぐるのボタン押していただくと、こうやって、英語で出てくるんですけど、まあ、日本語は対応してないみたいなんで、まあ、まあ、でも、大体わかるような、ノーツサイズとか、そういう感じの英語なんで、まあ、大体でわかると思います。で、概要欄に、この、実際に遊べるサイトのリンクと、譜面、今後公開していく譜面の、パスワード、4桁のパスワードを、概要欄に載っけていくんで、まあ、気になった譜面が、公開されたね、譜面で気になった譜面があったら、それに、をここに入力して遊んでみてください。ぜひね、フルコンボしてみてください。で、最後に、まあ、関係ない話になるんですけど、今、久々にね、こういう風に実写動画みたいな感じで上げてるんで、まあ、今後ね、これをメインとして、この実写動画をメインとしていこうかなと、特には思っておりません。